こんにちは、エルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。おそらくさっきあの山木社長の発表を見た人が多分結構いると思うんだけど、 20mm の F2.0 って結局どんなレンズなのかをもう今早速やろうかなと思います。ちょうどもうザ 20mm でもう今だろうという環境に来てるので、今から 20mm でポートレートを撮ります。もうすごい一言、もうここから自己責任で見てください。言ったからね、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。OK、 初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。もうダラダラ喋ったら、今このもう本当に今すごい環境、夕日が多分ね、もうこんな時間だったのか、25分前に夕日がもう沈みました。もう夕日が沈んでる状態で今超広角で、こう結構まだすごい空のディテールが残っているので、今からそれを見せようかなと思います。そして実際に撮ってる間に今私の液晶もこれで見れるかなと思います。 20mm 設定は今見てる通り 2.0 です。もう暗いので ISO1000 まで上げてます。そしてシャッタースピードは160分の1だけど、今からちょっと下げたりすると思います。でちょっと今このままの設定どんな風に映るかちょっと見てみましょう。結構後ろがもう暗くなりました、これだけで。そしてちょっとずつゆっくりして、シャッタースピードを遅くしていきます。 1,2,3 とりあえず100分の1にすると若干の後ろが戻ってきました。もうすごい、もう目でも見えづらいぐらいの暗い感じです。もう限界のシャッタースピードも10分の1にしよう。10分の1にすると後ろが逆にも明るすぎる。もう求めてるのはこれではないです。ただこの間ぐらいの40分の1か50分の1ぐらいにすると、見てこの後ろのすごい綺麗な青空、もうまだ残ってます。ちょっと縦にしてみると、あれちょっとさっきコマンダ、あとでも OK、 何もなかった、ずっと疲れてる。いや縦にすると後もう結構上までのすごい綺麗な空が入ってます。これは最高。 20mm の本当にこのレンズコンパクト、めっちゃコンパクトで、すごいワイドで撮るとこんな感じになります。もうちょっとだけ離れる、ちょっと離れてだんだん今暗くなっていってるんで、本当に2分だけでも経っても後ろがさらに暗くなってしまう感じなので、ちょっとずつ感度を上げるか、シャッタースピードを下げるか、感度はもし感度を上げるならその分ストロボも弱くしないといけない。シャッタースピードをもう一回思いっきり25分の1まで下げます。これは超広角ポートレートって感じです。感度はまだ1000、まあ、このカメラでもうちょっと上げても別に平気。見てこれかっこいい。ちょっとだけ今25分の1で動いてしまったので、少しブレてるように見えるけど、まあ、ブレてるから、あと1段以上ストロボのパワーを今下げまして、今もうプロフォト B10 プラスの一番弱い感じにしてます。その分感度を上げます。2500分の1だとシャッタースピード少し速くできます。40分の1、最高。50分の1、完全に夕日沈んでる状態での50分の1はこんな感じです。結構今地面がやばい。 OK、 すごい。もう結構しばらく数日このレンズ使う機会が多かったんだけど、すごい、もうめっちゃ大きな超広角は持ってきたくないんだけど、ちょっとめっちゃワイドレイを撮りたいなという感じだったら、本当にすごい。そしてこのシグマの i シリーズは
結構最近ハマってます。コンパもちろん85の 1.4 の DGDN は結構持って行ったりするんだけど、あの65の F2 だったり、35の F2 だったり、今まで24の F2 だったり、そして今20の F2 だったりすると、なんかもうすごい幅広い感じのアングルで撮れます。ゲットしたいという人いますか、このレンズ。もしあの皆さんの感想も知りたいので、きっとシグマさんも見てくれてると思うので、ぜひコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。だんだん暗くなっていってるので、もうシャッタースピード、ISOじゃなくてシャッタースピード、ヘリが50分の1、すごい。そして今ヘリも入れようか。来た。そう、このヘリが今後ろに、すごい。フォーカスももう結構問題ないです。もう一回ちょっとシャープネスチェックしてみると、もう非常にシャープです。今感度2500まで上げてるからね、もう多分もうすぐ星空が出てしまうぐらいの、もう真っ暗で全然私表情なんかも見えてないです。シャッター押してからわかる。 OK、 とりあえずこれで、この動画を終わりたいと思います。思いっきりもう一回20分の1、25分の1で、こんな感じ。もう昼間みたいに見える、普通にすごい。もう一回縦にしたいな。あ、こんな感じ。超広角だから撮れるアングル、まあめっちゃ綺麗。そして前ボケ、ちょっとだけ地面の前ボケ入れるとすごい、めっちゃ綺麗。これであと何枚かだけ前ボケも入れて、そして横でも前ボケ入れたい。これで終わります。すごい超ワイドです。オッケー、これで、この動画終わりたいと思います。絶対絶対真っ暗で何にも見えないだろう。もうホワイトバランスも多分青い方がいい。 OK、 これで、終わりたいと思います。まあやっと20、結構ワイドなレンズもこのサイズになるのが個人的に結構嬉しいです。めっちゃ超広角ではないんだけど、まあいい感じの 20mm の F2.0。 私 20mm は今まで使ったことない、まだ使ったことない焦点距離なので、ちょっと面白いです。個人的にこれからもっとワイドなのをちょっと期待してます。皆さんも何を待ってるかぜひコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。いいタイミングではもう暗くなったので、とりあえずこれで終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。とりあえずこんな写真、 20mm の F2.0 です。バイバイ、エルコでした。 Yeah.